てこの東京ドームに帰ってきた日本ハムですが、ヒットがありません。まあ、去年あたりまでは本人も、はい、ここのところやっぱりスタメンで使えるのというかね、インコースのかなりね、さばけるようになってきました。やはりこのやる気というか闘志が前面出てますからね、はい、やっぱりピッチャーがその気迫に押されるというところもあるんじゃないですかね、よくないんですよあんまりね、いい成績残してないんで、はい、今日 1,2 番の出塁がちょっと鍵になるんじゃないかなと思って見せたんですけどね、はい、では16位の位置にいるウィンタースです。バッターでヒットも打つってことで、はい、自分はこうホームラン打つのが役目っていうようなバッティングでちょっと力んでるところがね、あ、なるほど、ちょっと波が入れくれと言っていたこともあった昨シーズンのウィンターズです。高いバウンド金村ランニングスローですが、それでもまだ3割がキープしているシューです。厳しくなってきましたよね、A、意外と変化球ボールについてくるってことで、はい、かなりシューが4月活躍しましたから、はい、かなり研究してきてますね。そうですね、近鉄の方もちょっと春先のスタートヒットを比べると投手陣が倒壊しかかりまして、その中で、まあ、唯一といいますか大そういうことも考えられますけどね、ただ中島はやっぱりコンスタントに1軍で活躍するような ね、 そうですね、選手じゃないといけませんよね、ということを話していたんですが、今日は片岡に代わって小川が入っています。西武戦では藤岡が入ったりもしていたり、を測ってましたよね。そうですね、ですから盗塁のサインでも2種類あるわけなんですけど、はい、あ、まあ、次のからは100本以上打ったキャッチャーというのは出て、いません。調べた限りでは出ていません。山倉さん、ライオンズにいる中尾さん、カープにいた福島久明さん、そしてヤクルトの八重樫、こんなあたりが名前、本当の野茂の持ち味は出してないということなんですね。野茂の場合は分かってて打てないという部分はあるんですか？なんかあるみたいですね、ただ今いいコースに来てますね、はい、フォークボールはね。そういう意味ではその三振、去年の話でも当てに行くと球威に押されて前に飛ばない、ええ、かといって思い切り振っていくと当たらないというんですよね。まあそれは致し方ない。この2種類投げ分けで、日本ハムのバッターがちょっと戸惑ってるなって感じしますね、はい、とにかくノーヒットでは話が始まりませんと思いますね、はい、さあこれセカンドライナーハーフウェイから中島戻る、さあファーストランナースタート、